戦闘が楽になるおすすめ星4キャラ5選、こちらを今回は紹介していきたいと思います。1人目はディオナ。このキャラは元素スキルのシールドがとにかく便利、生物を HP 特化にすればそうそう割られることがなく、敵の攻撃を無視しながら殴り続けることができるようになります。あとは元素爆発で回復もできるのが本当に便利です。ディオナに祭礼の弓を持たせて、生物は洗顔アイスタレの組み合わせ、メインステータスは全て HP にすれば育成完了と、育成面で考えることも少なく、このキャラがパーティーに1人いるだけで戦闘がめちゃくちゃ快適になります。デメリットは使い続けていると原神が下手くそになってしまう点。2人目はユカキ。元素爆発で発生する追撃火力が強力なのはもちろん、なぜか受けるダメージが約半分になり、中段耐性も上がってちょっとした回復までしてくれる追加能力のバーゲンセールです。特にこの中段耐性強化がめちゃくちゃ便利で、敵の攻撃を受けても吹っ飛ばされづらくなるため、このキャラがいるだけで戦闘の快適さが段違いです。しかも水元素キャラなので、氷元素と組み合わせれば凍結、炎元素と組み合わせれば蒸発、雷元素と組み合わせれば感電と、元素反応面でもめちゃくちゃ優秀なサバタッカー。3人目はスクロース。このキャラは元素爆発の吸引効果がとにかく便利、しかもなぜか味方の元素熟知を強化する効果もセットでついてくるので、元素爆発で敵を一箇所に集めて感電や過負荷の元素反応を起こせば超簡単に敵を一掃することができます。必要元素エネルギーだけ80族と少し重めなんですが、一突すれば元素スキルも2回使用できるようになるため、元素エネルギー生成面でも地味に優秀なのが高評価ポイント。そしてさらに貫突すれば味方にダメバフも配れるっていう、実は吸引効果だけじゃなくてサポート面でもかなり強力なキャラクターです。生物は問答無用で水力一択、吸引しながら元素熟知バフにダメバフ、水力で耐性ダウンって考えると普通にやってることやばいなこのキャラ。4人目はフィッシュルボン・ルフシュロス・ナヒロット。このキャラはとりあえずオズを置いておくだけで強い、元素スキルと元素爆発を組み合わせれば半永久的にオズを設置できるので安定して雷の追撃を与え続けることができます。絶弦を持たせれば火力面もかなり安定するのがいいですね。このキャラはここが超絶優れてるっていうよりかは、一家に一台いると安心するキャラっていう感じです。まあ、草元素の追加で雷元素キャラが強くなれば今以上に評価が上がるキャラクターとなるでしょう。現状一番期待値の高いサバタッカーですね。5人目ベネット。全部強い。以上、ぜひ育成の参考にしてみてください。それでは